どうもシドです。さあ今回ですね、1月11日登場する CS ガチャの個人的に当てておきたい選手ランキング撮っていきたいと思います。結構久しぶりにねこの動画撮るんですけれども、今回はですねこのバルセロナ、アーセナル、ローマ、ラツィオの4チームが登場するので、その中からね、10選手選んできて当たり選手ランキング撮っていきたいと思います。で今回紹介する選手の中にはですね、 e フットボールポイントで交換できる選手も混ざってるので、その辺ご了承ください。それも含めて今週獲得しておきたい選手ということで、早速動画の方を撮っていこうと思います。はい、でかなり余談なんですが、1月11日、これは僕の誕生日なのでよかったらですね、コメントで、お祝いのコメントいただけたらなというふうに思います。それではね動画の方撮っていきましょう。はい、まず10位はですねモハメド・ファレス選手ということで、ラツィオの選手ですね。まあ、この選手金玉の選手なんですけれども、まあ、一見そこまで強そうには見えないじゃないですか、やっぱり金玉って。ただですねレマ総合値91ではあるんですけれども、個人的には左サイドバックがかなりおすすめかなと思ってて、まず能力値見ていきたいんですけれども、見ていただきたいのはスピード95、瞬発92、まずここはサイドバックとして十分だと思います。でフィジコン89、ボディコン78ということで、フィジコン89はねもうかなりサイドバックでもある方だとは思ってるので、ここはかなりいいと思います。でかなりスタミナも94と高くて、守備能力もね、まあ、80前後ある感じで、もう普通にいいと思います。で左利きで逆足頻度精度は11なんですけれども、まあ、サイドバックは別にそこまで気にしなくていいかなと思うので、まあ、スキルにねインターセプトとかワンタッチパスさえつけてあげれば、個人的には全然使えるのかなと思ってます。身長も183センチとねかなりちょうどいいと思うので、個人的にはね10位ですけど結構欲しいですね。はい、では次は9位ですね、バルセロナからペドリ選手ということで、この選手はですね前回も多分登場してた気はするんですけれども、この選手も金玉で、この選手はレミア総合値95までいきますね。かなり高いですね。個人的には CMF とか OMF、CF で使ってみたいんですけれども、まず能力値注目したいのはドリブルですね、95で、それからボディコンが99と完走してるとこで、スピード瞬発も89、99と、まあ、かなりドリブルがしやすそうな能力値してると思います。でダブルタッチも確定で出せて、ワンタッチシュート、ミドルシュート、ワンタッチパス、スルーパス、まあ、かなりスキルが優秀ですよね。でそれに加えて逆足44ということで、個人的にはめちゃくちゃ強いんじゃないかなと思ってます。まあ、やっぱ決定力78というのはね CF とかで使っちゃうとどうしても気になる部分ではあると思いますが、個人的には本当に使ってみたいですね。はい、8位はアーセナルからオーバメヤン選手ということで、まあオーバメね今作使ってる人は全然見受けないですけれども、オフェンスセンスが99、それからスピード瞬発が99、98と、やっぱここのね能力値が青色まで来てるっていうのはかなりいいと思いますし、決定力がね95以上あればなお良かったんですけれども、フィジコン、ボディコンもまあそこそこあるんで、まあ、個人的にはやっぱ全然オバメゲーはできるのかなと今作も思います。本当にでワンタッチシュートとかしっかり持ってるので、ドロップとかも持ってるのでね、決定力は割とあると思います。本当に個人的にはやっぱ B 以上のシューは使ってもいいんじゃないかなと思います。本当に僕的に使用感はねあんまり合わないんですけれども、まあ、とりあえずオバメ1人は持っておきたいなということで、今週はねオバメ狙っていきたいと思います。はい、次は7位ですね。7位はラツィオからミリンコビッチ・サビッチ選手ということで、2列目からの飛び出しの選手ですね。で能力値見ていきたいんですけれども、まず CMF で使いたいですかね。でボルコンとかボールキープがすごい高いので、まあ、やっぱりボールの失いやすさ、フィジコンも94あるので、あんまりボールは失わないのかなと思います、この選手に関しては。で決定力とかもそこそこあって、スピシュンがね本当にないんですけど、そこ以外全く気にならないんですよね。でなおかつワンタッチパスも持ってて、ライジングシュートとかも持ってると。で逆足33で、まあ、コンディション程度5は多少気にはなりますけれども、この選手本当にライブアップでっていうのが A とか B がかなり多いので、去年もね本当に多かったイメージがあるので、まあ、安定して使っていけるっていうことを考えても、無課金の方とかにも本当にねアイコニックあんまり中盤の選手持ってないって方にもおすすめできると思います。僕も使用感としてはすごい好きですね、この選手去年から。はい、6位はですねチーロ・インモービレ選手ということで、6位もラツィオの選手ですね。まあ、このインモービレ選手なんですけれども、本当に能力値スキル完璧なんですよね。オフェンス96、それから決定力97で、フィシュン90、85、それからフィジコン91でボディコン81、まあ、この辺のね能力値マジで優秀だと思います。でまあグランダーパスも80あって、ワンタッチパス持ちと。でまあちょっとボールキープの低さが去年は気になってたんですけど、そこは82あって、なおかつドリブルもね86とかあるので、まあ、全然今作に関しては使っていけるのかなと思います。むしろめちゃくちゃ強そうですね。アイコニックを差し置いてでも使っていいと思います。
で、この選手もライブアップで B がかなり多いイメージがあるので、まあ毎週毎週安定して使っていけるのかなと思います。はい、5位はデヨング選手ですね。まあデヨングはですね、本当に一家に一台みたいな感じでみんなが持っててもいいんじゃないかなと思ってるんです。本当にまあデヨングプレイメーカーということで、僕はね4312の底とか DMF の位置ですね、それからダブルボランチとかにプレイメーカーを一人置きたいので、まあそう考えたらデヨング本当に最適な選手かなと思ってるんですよね。で、ボールキープ99完走してて、グランダーパス、フライパス95を超えてきてますね。スピード88、瞬発89、フィジコンが80のボディコンが87、スタミナも92あるので、まあ最後まで DMF とかあんまり走らない位置ならやってくれると思います。で、守備能力もね、80前後あって、ワンタッチパス、スルーパス持ってて、ダブルタッチとかも持ってると。まあインターセプトあれば本当に良かったんですけど、それでもね、デヨングもですね、今作、ライブアップで B がかなり多いイメージがあるので、いやもうデヨングに関してはもう本当に欲しいですね。4312の底で使っておきたい選手ですね。はい、じゃあ4位はですね、ガブリエル・マガリアンス選手ということで、センターバックのアーセナルの選手ですね。身長190センチ。まあかなりいい身長だと思います。まずまあボールキープとかはね、まあそんなにないかなっていう感じはあるんですけど、まあ最低限はあるのかな。で、スピード85、瞬発82、それからフィジカルコンタクトが99で、ボディコンタクトが77、ディフェンスセンス、ボールダッシュ、アグレッシブネスが94、92、93ということで、まあぼちぼちやれるのかなと思います。本当に、まあ、まだ僕自身ね、マガリアンス選手を使ったことがないのでまだ何とも言えないんですけれども、やっぱセンターバックの選手って何人いても困らないと思うし、ライブアップデーがいい選手をねどんどん使っていけばいいと思うので、毎週毎週ね、それを考えたらマガリアニスはとりあえず当てておきたい選手かなと思います。まああとですね、使ってる人がかなり多いかなっていうイメージがあるので、自分もねちょっと今週当てておきたいかなっていうふうに思ってます。はい、じゃあ次3位ですね。3位はルイズ・フェリッピ選手ということで、この選手かなりいいと思います。センターバック、今週は出てるセンターバックの中では一番当たりなんじゃないかなと個人的には思ってます。まあ、身長187センチということで、自分的には一番好きぐらいな身長ですね。で、オーバーラップの選手で、能力値見ていきますと、スピード88、瞬発86、ここいいですね。で、フィジコン94のボディコン77、まあボディコンが75を超えてきてるのはでかいですね。で、ディフェンスセンスが95を超えてきてて、ボールダッシュ、アグレッシブネスが93、87と。で、マンマーク持ってなくてインターセプトということで、まあインターセプトさえ持ってくれてたらいいかなと思うので、フェリピ選手はね、かなりいいと思います。まあコンディション程度5っていうところは少し気にはなりますけれども、まああとね、両サイドバックができたらもう本当に完璧だったんですが、ユーティリティ性っていうところをね、考えると。ただまあそれでも真ん中のセンターバックで、フェリピ選手は全然やっていけるのかなと思います。まあコンディション程度5でもね、ベンチに入れる価値っていうのは本当にあると思います。はい、じゃあ次2位ですね。2位はエディ・エンケティア選手ということで、この選手マジで欲しいですね。レベマ総合値93の金玉の選手ですね。アーセナルから来た選手ということで、まあ能力値見ていただくと分かる通り、まあオフェンスセンスとか決定力はそこまで高くない感じなんですけれども、スピード95、瞬発99、それからキック力87でジャンプ96、フィジコン81でボディコン98で、スキル見てもらって分かる通りスーパーサブ持ちと。いやーちょっとね化けそうな感じしますよね本当に。まあ逆足22とね、コンディション程度4っていうところは個人的にはちょっと気になるかなっていうところなんですけれども、やっぱりこの選手のレアさですよね。スピシュン95、99でボディコン98で、まあオフェンスセンスとか決定力もまあ最低限あってスーパーサブなんで、やっぱりレアですよね。こういう選手が CS で獲得できるっていうのがやっぱ FP 選手の醍醐味かなと思うので、今週はねぜひエンケティア選手狙っていただきたいですね。僕はもう全力で狙いに行こうと思います。はい、ではラストですね。1位はですね、アンス・ファティ選手ということで、まあ誰もが分かってただろうっていう感じなんですけれども、ですね、インフットボールポイントの交換で獲得できる選手ですね。まあこの選手がね交換で獲得できていいのかっていう話なんですけれども、かなりぶっ壊れてると思いますが、まあぜひね獲得できるので皆さん獲得してください。ボルコン97、ドリブル99、ボールキープ96、決定力95でスピシュン99、ボディコン96、まあ、フィジコンがもうちょっとあればなっていう感じはするんですけれども、もう本当にドリブルが速いですね。一番速いんじゃねってぐらい速いです。で、ドロップシュートとか打てて、ダブルタッチ確定で出せて、スルーパスも持ってるということで、もう CF でこの選手使うのがマジで強いですね。まあ、ドリブル速くて、決定力とかもあるのに、グランダーパス89でスルーパス持ちと。まあ、それ弱いわけがないんですよね。もうこの選手に関してはあんまり言うことはないかなと思います。ライブアップで C でもガチスカ級の選手だと思ってるので、
スカットに皆さんぜひ入れてください。もう本当に強いのでマジでぶっ壊れです、これが交換っていうのは。さあ今回ですね、久しぶりに CS ガチャで当てておきたい選手ランキングやっていきましたけれども、いかがでしたでしょうか。まあ、個人的にはね、毎週続けていけたらなと思うんですけれども、まあ皆さんの意見もねぜひお聞かせください。僕は結構ねこういう能力値を見ながら喋るだけでも結構好きです、本当にこういう動画は。まあガチャの優先順位としては、まあローマは引かなくていいかなって思うんですけれども、まあその次にバルセロナ、それからその次にラツィオで、最後にアーセナルということで、まあアーセナルを一番引いてほしいですかね、今週に関しては。まあマガリアインスとかエンケティア選手っていうのもかなり強いと思いますし、他にもね、まあ紹介はできてないんですけれども、パーティー選手とかティアニー選手とかもね、もうかなりおすすめなので、アーセナルはね比較的本当に当たり選手が多いのかなと思ってます、今週に関しては。それでは今回ここで動画の方終わっていきたいと思います。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。